あ、先生アサーコです。アサーコイラストレーター、アサーコ。帽子がないレンジ、ね、あ、お揃いお揃い、なんか似るよね。よくね、ブルーとかも一緒だったりね。星座一緒だから、うん、そうだね、うんうん、あるかもしれない。はい、というわけでナマステ。なんだろう、一応やっとこか。一応お願いします。ナマステ。ナマステ。アサーコです。インドか、うん、ちょっと最近インド気分。いろ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 持ってくるよね。でもネタはインドじゃないですか。何っていうか、またなんかないなと思って。いや、食べるの。なんかいけるわよ。で、はい。えらい、ありがとう。みんなよろしくね。で、またフェイスブックを遡って、うん、1個ありました。1個あった。はい。とりあえず、はい、さっきも立秋を過ぎました。はい、立秋を過ぎると、初秋お見舞いが残暑お見舞いに変わります。うん、え、そっからの残暑って。そうなんですよ。今から、立秋から残暑見舞いなんです。いや、どっからかな。適当かと言って。適当ではないらしいですね。そう。で、私の今年の残暑見舞い。今年の、はい、はい。今年ので、去年探したってどういうこと。うん、去年探してないですよ。ね、かわいい。おっそれ。かわいいね、よだれ出てるけど。よだれ垂らしながらよく寝てるんで。あ、そこち、お、いいじゃん。うん、だってこれ、適当に引っ張ってきたんだもん。あそうです。縁とかもいいね。うん、適当にやりました。そして、蚊取り線香がいいやりだしてるね。あ、ね、日本はやっぱり、豚の蚊取り線香ですよね。で、別にこの話全然メインじゃないんですけど。遊ばれてるんだよね。はい、どこが盛り上がるとこ、どこかな、まあ、多分今日盛り上がらないでしょ。なんとなくやっていく感じ。そう、 なんとなく。でも朝子っぽいよね。あ、そうですか、ね、何だったっけぐらいな感じが、ね、本当に最近何だったっけって兄ちゃん。それでね、どうしようかなって考えて、うんうん、ああそうだ、今月はフラ月間だった。いや、うん、イエー、私もちょっとだけやってたんですよ。うそ、3ヶ月間だけ。本当、友達がフラの先生だった。あ、先輩、私1ヶ月中1回どうだったか。ちょっと先輩ずらしいから。で、それもまあ別にどうでもいいんですけど。まさか、ハワイな感じ。はい、というわけで今日は、痛い痛い、じゃーん、あー、かわいい、かわいい、すごい、このほら、パウかわいい、かわいい、この柄だったらもう、あー、ありがとう。めっちゃかわいいですよ。見てる。お揃いです。というわけで、いやー、これ初見舞い、あ、残暑見舞い、はい、うそうそ、嬉しい、嬉しい。で、せっかくなんで簡単にちょっとお遊びで、じゃん、動くようにしてみます。ちょんぴょん当ててる。すごい、かわいい。こういうのあるんだね。あ、そうなんだ。解説して、解説して。あ、なんか、ただいまミッチーナ踊っております。踊っております。これアプリケーション、なんか、あ、そうなんですよ、なんか、うん、ぽよぽよジフアニメーカーっていうのがウェブ上にあって、まあ、無料でできるんですけれども、なんかツイッターとかでアップしてる方がいて、うん、面白いと思って。面白い、はい。なんで、まあ、せっかくだから書いただけっていうのもちょっと下手ないかなと思って、書いて時間もないしなと思って、手がもうちょっとこっちって書いて、ここから出ちゃいけないってすごいことなんですよね。そう、踊ってる途中にそういうポーズもあるかなと。あ、そうね、あ、そうだね、山をこう、あ、そうそう、そうです、そうです、そうです、ね、山とか川とかね。プレゼントということで、今日は書かせていただきました。かわいい、ほんと、あ、気に入っていただいて、よろしかったです。飾りを額に入れて、そうだったんですよ。なんだってナマステ気分
って書いたんで、私たちほらすぐデビューするけどすぐ引退するけど次が来ると引退そうですよ、ね、証拠残しとか、ね、漫画ともすぐ引退しちゃいましたもんねいや面白いビデオねありがとう、でもありがとう、本当に、ね、頑張ろうね、本番ステージね、うん、ステージがあるのよ、まあね、ちょっと先輩ずらして見に行かないと超かわいい、朝子面白いね、目の付けどこが変でしょ、朝子なんで目の付けどころが朝子だねキャッチフレーズにさせていただきいただきましたおやばありがとうございましたかわいいというわけでナマステーナマステーナマステから始まってアロハで終わるってわけわかんない いいですね朝子っぽい、はい、楽しみにしております、ありがとう